第100回箱根駅伝、1月2、日、で青学大を2年ぶり7度目の優勝に導いた原新監督。57、の母、ふさこ、ふさこ、が17日朝、広島、三原市内の自宅で亡くなった。86歳だった。通夜18日午後5時から、国別式は19日午後1時から、いずれも、広島、三原市古浜2の2の15、三原天霊会館。 電話0848-64-5568で行われる。模主は原監督の父、高隆さん不法を受けた原監督は、長い間、闘病生活で頑張っていました。16日の夜まで、いつも通りに過ごしていましたが、朝になったら亡くなっていた、ということです。最近、体は弱っていましたが、意識はしっかりしていたので、 今年の箱根駅伝で優勝したことを喜んでくれました。1月に全国都道府県対抗男子駅伝。